こんにちは、玉置です。今回は東京リベンジャーズのウェハース3をいつもの流行りのスーパーさんで買ってきたので、こちらをワンボックス開封してみていきたいと思います。こちら公式の発表では12月11日の月曜日に発売ということなんですけど、いつものように大きめのスーパーさんなどでは土曜日頃には入荷されているところが多いんじゃないかなって思います。それでは早速見ていきましょう。まずはパッケージ確認です。パッケージは2種類あります。いや、こんな感じでね、ペアのパッケージですね。で、まあこれがね、カードのイラストでもあるそうなんですが、うん、いや、天竺の方はこの赤がね、ちょっといいよね。ちょっと赤のやつかっこいいなとか思います。で、なんかね、今回はこういう周りがなんか白いから、ちょっとね、ほんわかしてて可愛い感じになってるんですよね。なんかいつもはさ、ちょっとかっこいい黒とかそういうのが基調になってて、かっこいい感じだったんですけど、今回は可愛い感じのデザインになっておりますね、うん。で、オリジナル書き下ろしイラスト収録ということで、いや結構豪華ですよね、うん。で、今回ね、いちご味なんですよ。まさかのさ、通り目でいちご味、可愛いねー、ちょっとこれは楽しみです。いちご味、プリキュアとかでね、食べたことあるんですけど、美味しいです。そしてラインナップですね。ラインナップは19種類のキャラクターカードとペアのカードが6種類ということで、25種類ですね、うん。で、まあペアのカードが箱押し仕様ということなんですけど、私の推しの千代とか三ツ矢くんはいないので、こっちのねキャラクターカードの方をちょっと目当てに、うん、ゲットできたらいいなと思います。こっちのね、ちゃんと見てなかったですね。こんな感じです。かっこいい、いいですね。いや、マイキーのね、このマイキーもかっこいいよね。ではね、順番通りに戻して上だけ開封して準備したいと思います。準備ができたので順番に見ていこうと思います。配列が気になる方はご参考程度にお願いいたします。ということでですね、今回はこちらのね、タクミチとマイキーのパッケージが前にあるものを買ってきました。で、2箱入荷してたんですけど、まあ、2箱買ってしまうとね買い占めになってしまうのでワンボックスなんですが、でも今回のラインナップはですね、この箱押しの、まあ、一応これが多分レアだと思うんですけど、この箱押しのものがね、私の推しがいないので、まあまあワンボックスでもいいんじゃないかなと思いつつ、で、まあね、月曜日以降にまたバラで何か買えればいいかなっていう感じでね、まあ、今回はこちらのね、キャラクターカードのジフエとミツヤくんを狙っていきたいと思います。でもね、他のキャラクターもいいんだよね。ではワンボックスにね、その箱押しがね、何個あるか、その辺もね、見ていきたいと思います。では1個目からいってみましょう。箱押しどうだろうな、6種類あるから、まあ2枚は入ってると思うんですよね。2種類ぐらいは、うん、3枚あれば割と良心的かなっていう感じだと思います。そうすれば運が良ければね、2箱で揃うと思うので、通り部はそこまできつくはなさそうなんだけどなっていう感じですかね。3枚か4枚か当たりボックスがね、ちょっとワンボックスなので検証はできないんですけど、ちょっと見ていきましょう。1個目誰かな、早々に三ツ矢くんと淵冬が来てほしい。いきます、せーの、はい、ハルチオです。かっこいい、絵になるよね、ハルチオは、うん、やばいちょっとさ、このやっぱキャラクターカード今回いいですよね。このアップで、バストアップでこのね、色とか、うん、こういう感じのカードは結構好きなので、うん、次せーの、はい、あ、いいですね、ドラケンくんです。ちょっとピンク続き、ちょっと色が違うけどピンク続きです。後ろがこうなんかプロフィールみたいになってるのもいいですね。私こういう感じのデザイン大好きです。次せーの、はい、おー、スマイリーくんです。この辺はね、やっぱり揃ってほしいよね。髪のボリューム込みとかちゃんと書いてありますよ。いいですね、うん、かわいい。次、いや、もう個人的にはこの発光紙揃わなくても、全然揃わなくてもというか出なくてもいいからこっちが揃ってほしい。こっち19種類だから、そう、これがね、 2枚3枚入ってるとこの誰かが出ないのよ。なのでワンちゃんこっち入ってなくていいからこっちが欲しいですきませんの、おお、かっこかわいい、キヌピー、ほんと今回いいな。次、あ、折り返し、まだ あと1枚、せーの、ほい、おー、イザナ、いいですね。やっぱりこれとこれのバストアップですね。なのでイラスト的には同じなのに、こっちが全身ということね、うん。いや、キャラクターカードだけ欲しいキャラクターカードを揃えたい。いきます、次、せーのー、あー、マイキー、いいですね、かわいい。あ、そっか、マイキーはあれなんだ、もう一個の黒髪バージョンがあるんだね、うん、そうだね、こっちだかこっちだ、こっちが多分2番の方、そうだね、でこの19番の方がもう一個の こっちのマイキーだね。次、せーの、はい、あー、よかった、やりました。あ、これでこれで半分安心。あと三ツ矢くん、あと三ツ矢くんが欲しい。あー、ちふゆもう少しで誕生日だね。い
ですね。いい感じよ。次、せーの、はい、あー拡張、これもかっこいい。次、あドキドキしてきた。ペアがまだだね。このなんかそうね、右と左に1枚ずつは入ってそうなんだけど、どうだろうな。いきます、せーの、おい、そっか、キサキもいたんだちょっと見逃してたな、ラインナップ。キサキもいました。うわあ、バックが黒だとかっこいいね、これね。うん、なんかこういうさ、なんか色がついててもかわいいけど、黒だとやっぱ締まるからかっこいいですね。このグレーもかっこいいよね、やっぱり。モノトーンだとかっこいいな。次、いやこれが右側のラストなので、ここでペアが入ってないと割ときついかもしれない、コンプ目的の方は。まっ、せーの、おい、あ、入ってないよ。お、こっち、お、待って私的には嬉しいけど、ちょっとこれコンプする方はきついかもしれないね。いや、たまたまかもしれない、たまたまそのペアの箱押しが入ってない、あんまり入ってない箱かもしれないけど、いや個人的にはこういうそう、キャラクターカードが欲しいからこれが嬉しい。じゃあ左側行ってみましょう。いや、みつやくん、みつやくん、みつやくん、行けよ、せーの、おい、あ、そっか、ダブリもあるんだ。いや、これはじゃあ厳しそうじゃない。いや、みつやくん待ってほんと、いきます、せーの、待って、エラーボックスとかじゃないよね。エラーボックスな気がしないでもない。そうだよね、ここでさ、ペアが入ってなくて、いやそれは嬉しいんだけど、嬉しいなんか私的には願ったりかなったりだけど、エラーボックスだったらどうしよう。たまにあるんだよね、なんかこう配列と配列の区切りみたいなところで。うわ、どうだ、せーの、ほい、あ、そんな気がする。いや、もう一個の箱の方が良かったかな。でこれでキサキが来たら確実にエラーボックス、せーの、ほい、あ、違うけど、違うけど、そうだね、配列と配列の区切りだから、一回ここで終わって、でまたここってことだから、いや、これどんがぶりな予感がするあー、せーの、おい、いや、そうだ、マジで、せーの、おい、あ、でも違うのが入ってたけど、これペアのが入ってたけど、いや、これ区切りのエラーボックスでしたね、マジか。いや、でもこれでもとりあえず三ツ矢くんが最後入っててくれれば、ここでね、ちょっと流れが変わって三ツ矢くんが入っててくれれば、私はそれで本望です、せーの、はい、いや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 、いきます、せーの、ねえ、いや、これどんがぶりなんじゃない、本当にマジで。あと何、ココチンとドラケンくんとキサキ、いきます、せーの、いや、そうだよ、確実に。え、待って、あ、そうか、これがこうか、ココチン、こう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 かじゃあラスト、いや、ここでさ、違うの1枚くらい、それでココチンだったら本当にどんがぶりだよ。あ、とキサキか、せーの、おい、あ、違った、こっからだよ、こっから新しいのが来てたんだよ、ちょっとねえ、いや最後にリンちゃんが来ましたけどもということでね、こんな感じの開封結果でした。では一旦並べ直してみたいと思います。はい、ということで今回はこんな感じの開封結果となりました。いや、もう本当にさ、コンプ目的ではないとはいえ、まさかこんなにね、一箱で被るとは思いませんでした。まあ、でもね、たまに本当にね、エラーボックスというかね、こう区切りに当たってしまうことがあるので、あ、それ何回当たったかな、結構エラーボックス当たってしまうのでいやー、なんだろうな、これは運がいいのか悪いのかわからないんですけどね。で、あと誰が出てなかったかということなんですが、まあ、こんな感じで、まあ、タケミッチから出てないですよタケミッチ、ミツヤくん、8回で、アングリーくんとエンマちゃん、それから、あ、ハンマ、そうですね、ハンマね、これっちには出たんですけど、ハンマのキャラのね、が出てなくて、それから、あ、ハイタニのランの方はですね、ランちゃんの方が出てなくて、リンちゃんは出て、イーザナも出て、あ、そうね、マイキーのもう一個の、あ、こっちじゃない、こっちの方のマイキーが出ませんでしたね。で、まあベアはね、これ以外が出てないよということなので、ちょっと今回検証にも使えませんでしたね、エラーボックスだったので。いや、多分おそらくなんですが、1列、まあ、右側左側にね、1個ずつか、まあ、運が良ければね、片方に2枚とか入ってて、ワンボックスに3枚ぐらいは入ってるんじゃないかなとは思うんですけどね、この箱押しのレアカードが、うん、ということでですね、まあ月曜日以降になれば、まあいろんなね、お店で入荷されると思うので、そしたらね、また買ってみようかなと思うんですが、まあ、でもあとね、目的が三ツ矢くんだけなので、まあエマちゃんとかも欲しいかなとも思うんですけど、まあ、どっかでね、ポチろうかなとも思います。まあ、その方が早いかな、うん、特にこっちの箱押しとかじゃないから欲しいのが、うん、ちょっとわからないんですが、まあ、もしね、あのバラ買いとか買うようだったらね、運試し開封ライブ配信か何かでやっていきたいなと思います。ということで、ウェーハース3のご紹介でした。最後まで見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバーイ。